確かにね。あ、単位取れてるから俺と一緒だじゃん、当時の。俺もね、3年の時ね、中5だった。ははっ、やばいでしょ。4人前ぐらい。笠井君、後でさ、5人でさ、缶ビール2本ぐらい飲むぐらいの飲み方しようよ。本番前に。あ、俺飲まないよ。俺も飲まないけどね。みんな別に飲んでいいよ。俺だ、なんか1杯飲むと、もう。あ、いいな、それ。じゃあ俺もじゃあ佐藤さん俺もお父さんだけ飲むためになるんですだってぶっちゃけ俺全然飲んでいいし仕事中仕事してねえよ証明中飲んだことないな言われてみればでも今日はねあ、ほらプロフィール改造すぎるアッシーに取られた方電車に取られた方いや、今日下手したら頑張っちゃう可能性あるね。俺たち。最悪。貧乏人が食える一番うまい食うもんね。ファミチキって言うんだけど、貧乏人が食える一番うまい食うもん。ファミチキよりスパイシーチキンの方が安いよ。いや、まあそうなんだけど、ファミチキはうまいから、スパイシー派だ。いや、でもファミチキの方が、生まれた時なのかな。あんだよ。あれ言わろ。あんだよ。最後、今日ドラムに突っ込もう、顔面から。何曲目で4曲目リアルコマンチ出花くじかれるやつあ、もうかいやどうしよう半壊状態じゃったそうだよ、X ジャマン状態でお前だけよっしゃ俺、王子に迷惑かけるのとか結構好きなんだよ分かる今後もぜひ趣味に今後もバンド解散してもなお俺の出てるライブのドラムに突っ込んでなんかそうやこれもあのドラムからマジんじゃねえかよ。ここにある。ユニチだけ上げてから気づいたんだけど、どんこ多いわ。どういうことすか？なんか余ってる。学園MC。学園MC。学園MC行け。MC がプロをかましたね知ってる人たちばっかなんだから緊張すんなあ、いけいけいけしきれいマジか今日は今日はお集まりいただきありがとうございました葬式か僕ら最後のライブなんですけど精一杯のものを見せるのでよろしくお願いします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 出演バンドを紹介したいと思います。もうやなんだこいつ。今日、サカノモンの皆さんです。よろしくお願いします。お邪魔します。お邪魔します。ありがとうございます。トリオです。トリオを務めます。本当に上手です。お願いします。じゃあかっこいいですな。いや、あのね、踊ってんだよ。サンクスです。まあ、一口もらっていいですか。まあ、あと1時間半以上あるからね。
はい、ちょうどですね。はい、ウェイドリングチケットです。どうぞ。お名前は強いの？どうかな？5000しかない。はい、お願いします。1500円お願いします。いやでもまず15曲だな、じゃあまず15曲まず通過さまず通過ね。やべえな、何があってもペース配分考えないですからね、しかも俺もじゃあ俺も楽しい感じでやろうや。無理無理。おじゃあ魚もんはいるぞ。グルーブしてんの、両サイドからグルーブしてんな。めっちゃゲロでそう。ステレオ。俺もゲロでそう。どうこれ。あ、いてるし。それはちょっとやる気になります、ね。前から結構ふたふたってのがやばい。うん、いいね。ありがとうございます。ラバーソロはどうやって入ってきますか？やべ。あ、わかりました。じゃあもう俺らは自然発生するよ。うん、うん、ここに一旦入ってきて、はい、もうヘドヘドだろうしね、これは。僕だけ余裕な顔してて、グラム残ってない可能性もある。緊張すんな。あ、ピューマやめよう、ピューマ。あ、ピューマやめよう。ちょっと、これ俺たち音量でかすぎてもうわけわかんないことになってんなと思ったら、あ、よかったね。あ、オッケーオッケー。全員で。オッケー。あーちょっと、それちょっとずつ下げよう。俺、今なお、返しゼロだから。俺も、母さんの声だけ。気をつける、マジ。何する？現実タイム。あ、おうちくん。あ、ここでやる？ここ開けっぱにしとこう。オッケー。いやーそうですね。どの辺で入りゃいいの？ついああまあ結果入ったらもう入っちゃう。やるね。なかなかすごい。誰呼ばれない？ジャスコ。ジャスコ。サティだろ。ふざけんじゃん。サティだろ。Everybody call this a robbery! Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you! 一緒に来るよ。よっしゃまあ、泣いても笑ってもこれ最後です。まあ、俺ら、まあ、7年近くやってきて最初からずっと知ってるよっていう人とか、まあ、途中から知りましたね。下手したら今日初めて見るみたいな人もいるかもしれないですけど、なんかこうここにさ7月31日もう夏休みとか小学生とかはみんな数あるレジャーの中みんなバーベキューやったりさ海行ったりさいろんなレジャーがある中さわざわざこのライブハウスに来てくれて本当にありがとう。おかげで俺たちよく死ねそうです。ありがとうね。最後聴いてください、ラバソールっていう曲。待ってる。うん、ボーカルの笠井陽介です。足掛けほぼ7年このオールドジョーというバンドができましたが、ちょっとバンドメンバーそれぞれ紹介、あ、多分みんなやるのかな、まあ、まずやりたいと思います。ギターの、まあ、テスさんやつは
なんだろう、好きと嫌いが本当に割ったようにはっきりしたやつで、なんかそういう彼のはっきりした部分が、まあ俺たちの活動の助けになってたと思うし、やるべきことやらないでいいことのジャッジは、まあ奴の言葉によるものが良かったと思うし、まあ、単純に、まあ、このバンドはあいつの一言で始まったバンドだから、まあ、こういう形で最後あいつのギターで歌えるっていうのはすごい俺にとっては嬉しいことだから、まあ、この先もいい友達として付き合っていければなと思ってます。で、まあベースの亀山健志郎、こいつはまあ小学校からの付き合いで、まあなんだろうな、腐れんと言ったら変だけど、ただあいつの音楽的なセンスみたいなものはまあ本当にずっと信頼してきたものだし、うん、これからもあいつはいい音楽家としてやっていくんだろうと思います。そして、まあ、ドラムの王子があるんですね。こいつはもう本当にバンドの精神的支柱というか全てをまとめてくれていたやつだと思う。今日も段取りとかそういうのを考えてくれてたので、まあ嬉しいし、なんかそういうあいつのしっかりした部分っていうのは絶対バンドにとってなくてはならないと思うので、ありがたかったと思っています。で、まあサポートやってくれてる、まあ去年の10月ぐらいからやってくれてる萩本敦史、まあ言ったらね、彼はそのラーナーズというバンドでベースボーカルやってた時の初ライブの照明を俺がやったみたいなところからずっと付き合いがあって、まあ後輩というよりは本当に信頼できる音楽仲間だし、まあこれから先新たにバンドを結成して、まあいつの才能をいかんなく発揮してサクセスしていくところだと俺は思ってるんで、まあこの短い間だけでも、この、まあ、ずっと付き合ってきた連中だけで俺たちは5人でやれたっていうのはすごい貴重な経験だったので、まあいつのビッグになる瞬間を見るの楽しみにしてます。ちょっと俺一個夢叶えたかったので、これやってみたかったので、落ちてるかも。しようぜ。30年後。そうだな。生きてた。全員長から持ちたい。ありがとうございました。ありがとうございます。本当にありがとう。もう何も考えられない。おっ、マジで。ケンシロウ。あちらの方が、あちらの方が、あちらが。おお。結構ガン泣きした。今のお前悪いだろ。発想。全然、今日は泣かないって言って、ライブを見てたんだけど。いや、もう絶対パッソンはアンコールで来るけど、分かってたんだけど、分かってたんだけど、はい、ねえ、なんか負けてる。あ、マジですか。その前に嫁に仕事があっても飲みに行けるんだけど、嫁と子供がいると飲みに行けない。じゃあ締めになんか一言ください。
7年間お世話になりました。楽しかったぜ。また会いましょう、どっかで。バイバイ。There's a train coming. You don't need a